こんにちは、どうもです。サマーニャンボ100連聞いてみた。はい、ってことでニャンボの方来てますね。手持ちニャンボコインこちら100枚、100連引くことできるんで、いつものアカウントじゃなくて弱いアカウントの方ね。いつものアカウントで引くとね、全部持ってるから止まらないよね。止まらないで100連引くよりは、まあ止まってちょっとドキドキしながら100連引く方がね、まあ面白いんじゃないかということで、以前もね動画でちょっとチラッと言ったんですけど、今までこっちは無課金でやってきたんやけど、まあニャンボの時だけはね、思い切ってねお祭りなんで引いちゃおうというアカウントにしていこうかと思います。まあ今まで通り Y ポイント買ったりとかね、技レベル上げたりとかはしないんで、まあまたガチャ引きながらその辺は喋っていきたいと思います。今回は極スチのこと、クリブシでもこれ持ってるんよね、こっちのアカウント。なんだかんだ弱いって言ってもある程度は持ってるからね。ただマカは持ってないね。うん、さあさあ中身見きましょう。100連もするからさすがにワクワクするわ。 SSS が、6体、 0.7 と 0.3 で、エンマ系はね時空神だけ持ってるかな、こっちは。だ太陽神とか欲しいね。で、SS は、もう、キラコマさんだよね。これは、持ってない人は、マジで当たったらやばい。ただ、0.2 やけどね。うん。まあ、他にも、S ランクとかもね、持ってないやつ多いと思うんやけど、まあまあまあ、あんまり見ないようにしましょう。いきますか!じゃあ、行きましょうか。100連。これ、SSS 出るんかな?何体出るんかな?出ないとかないよね。行きますか!レバーオン!いやー、ニャンボ100連するとか初めてやからね。どんな感じになるんやろ。おいおい、こんな感じだ。そうだよ。これは普通だもん。さあ、行きますか。どんぐらい止まるんやろな。うん、まあ、SS は1個あるから、まあ、どこにあるかやね。お!出ちゃった。ちょ早ない?早いよ!しかも持っとるんかい!どんどろ!あー、昔のやつ。昔の、お!おっと、SS?S?のどーレバーオン、やっぱ強ない。しかも太陽神、ヤバオ。これはヤバオでしょ。ほら時空神持ってるでしょ。あ、マカ持ってるわ俺。あ、マカ持ってたわ。持ってるんかい。え、でも太陽神当たっちゃったわ。え、SSS 出るんや、こんな、すって。まあ、もうないでしょ。まあ、この辺はもう、もうないよ。うん、もうこういうの、通常ガチャはね。あ、これで見たよ、さっき。うん。お?キラさん。これでキラさんだったら、さすがに、吠えます。おお、あ、マカじゃないか。またたびか。あ、勘違いしてたわ。あ、またたびは持ってないもん、俺。あ、さっきの見えたマカやったんか。似てない?マカとまたたび。っていうかやばない。え、あ、ほらこれマカやもんね。え、待って、え、っていうかやばない。10連で SSS2 個きたで。いや、これ相当神引きじゃない？10連でやばい。まだあと90個もあるで、コイン。え、もうキラさんやな。これでキラさん引いたら100点やね。いや、正直さ、100連しても SS 前、SSS?1 体出るか、まあ、最悪出ないかなっていう気もしてたんやけど、2体出たで。もう何この、あ、もう SS、SS こいつか。こいつか。ヤマタンの色違いか。まあ、でも普通。おー、結構出るくない？ 2 体目。ただ持っとるんよな。ただこの、バットはいいや、バット。おい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 、3体目よ、おい。おっと、おっとっと、キラさんくんじゃないか。のっ、持ってないんかい。クワガ大将持ってないやつおる。クワガ大将まさか、ま、これはしょうがないわ。こ、おおおお、大丈夫大丈夫。封印があれになったわ。まあ、でも SS3 体やもんね。自慢発端から始まって素晴らしい。ちょ、待って、これどうするん。またたび出たし、太陽神出たし、まあ、あと暗黒神やね、SSS は。もう SS はキラさんやな。あ、吹雪ちゃんとかも欲しいな。エジソンおらんのか。エジソンおらんのかい。こんなに出んの。おっと、
最近来てるな。そう、あのね、まあさっきの話やけど、もう一個アカウント作ってやろうとも思ったんよ。思ったけど、それだったら逆に全部止まるんよね。だからドキドキしようがないよね。ホゲホエールはないわ、さすがに。何のイベントだっけ、もう忘れたけど、梅雨キュービーとかの時だっけ、忘れたけど、なんかそうだよね、梅雨コイン落ちたよね確か。懐かしい。もう圧が出るって大体出るよね、大体どのガチャでも圧が出るは入ってる。このバッドボヤも大体入ってる。おラスブシー、 S ラスブシーじゃないよ、使っちゃったよ SSSS 枠使っちゃったよ。だから圧が出るはもういいわ。うーん、メカキュービー、どうもうないでしょ S ランク、キラさん。だなんだっけ、アギオじゃない、アギオよね、まあ、こいつは割と最近だから許すわ。んー、まあまあキラさんはさすがにきついか。いや最初の10連が良すぎて、これ大丈夫、これあとまださ70連あるけど、こう下がってこない、これすげえ不安だわ。さあ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 、どっから行こうかな、周りから行こうか。ああおお、ゾンビチョッパゴールドだったらね、もう最高だったけどね。あ、まさにこれハワイのイベントだよね確か、なんかハワイアンみたいな。おお、え、 SSS3 体目やね、やばん、 0.6 よね。ここで神引きしていくか、結構止まるね。結構止まる。じゃあ違う、だからそれさっきアギョの色違いやん。もう S ランクで止まるのはやめてくれ。運業はいいよ、だから毎回10連に1つ圧が出る、いるくない、だから今君の話したよ。なんか、うん、何これ、駒次郎サンタかなこれ、全然季節が違うわ。ああと、まあまあまだ行こう、まだ行こう、これで半分でしょ、次レバーオンで行こう。よしよしよし、全然前半戦 OK じゃない、50連で SSS3 体やで、下手したらこれ4体目もある。これ端から端かってか周りから行く作戦がいいね。いいよいいよ、 S ランクは許す許す許す、 SS は大事に行こう、 SS 大事に、 SA だから君もさっき見たよ、だからもうバッドボーヤと圧が出るの、ほらもろやん、今その話してたわ、この2体の出現率やばない。あー、タントね、タント車ね、これはちょっと爆死かな。あー、さすがに、いやまあこれがでも普通っちゃ普通やからね、 SS1 体っていうのは。さあ半分が終わりました、もうほぼほぼ満点と言ってもいい、欲を言えばキラさんと暗黒神かな。後半戦もレバーオン、これで SSS2 体出たらマジでレバーオンの効果はあるって証明できたでしょ、頼むで、最高。うん、君も結構出るね。おー、なんだっけこれ、クレオパトラなんちゃら、あとタントね、タント、うん、ほらラスブシね、うーん、使っちゃったね使っちゃったね、結構同じやつ出るね、割とあんだけ種類いたけど。おー、メカオロチかな。あー、レバーオン効果ねえわ、あレバーオンは1回しか使えないのか、あレバーオンの効果は1回のみだわ、あーやばい、そろそろ落ちてきたかな。いやー楽しいね。ガチャって楽しいわ。さあさあさあ、いきますか、ちょっと順番変えてみるか。あー、この人ね、髪の毛引っ張ってる人、そんな話はいいか。もうこれ S ランクさあ、もうまたかよ、見たよ君、もう自慢貼ったんはいいわ、やばいやばいやばい、同じのしか出なくなってきた。おお、え、これさ全種類出るんじゃない、え、これ SSS4 体目よね、あと2体出ればコンプよね SSS、 え、まあその極土とクリブシ持ってるからちょっと、まあ、残念、あっ、え、極土2体出たで、やばくない、
あと時空心と暗黒心かな。まあ時空心持ってるからあれやねんけど、いやあるよあるよ、昆布すげえな、こんな出るもん。 SSS 5体目かぶり入れて5体目よ。おいおいマジかよ。さあ、おあダンドリー、これ欲しい人いるでしょ。ダンドリーは強いからね、まあ、ただ持ってるよね。最後もうないんじゃない、これ SS でしょ、さすがに久々に止まる。だーだー、まあまあまあ強い、強さ A ぐらい、強さ A たまに使うぐらい。こいつ持ってなかったんや。いやでももう多分止まるのないな、これもう S ランクは多分止まんないから。で SS があとキラさんと誰持ってないんやろ。でももう大体持ってんじゃない。来たわ、これは来た気がする。もうだってないでしょ、来てないよ。鬼マロ、鬼マロ、あれやん、トントンのイベントやんこれ。ひたすらひたすらトントンしたやつやん。まだいたんかい、こいつ入ってんの。いやもうないでしょ、もう止まればキラさんだわこれ。いやいけるいける、もうだって基本止まんなくなってきたもんね。おお神鳴らす。さああと20連本当に、あとキラさん出ればめっちゃ出んな、やばいわ、燃えてるわ今日。そろそろ行くか、ほわっ、よしキラさん、違うクジラじゃないねえ、蝶じゃない、うん、君はよく見る、君も今日は見た、君結構出るね。ああ SS 出ちまった、青龍か、これは来たでしょ、もうないよ、鬼マロも出たもん、キャーッだよー、出るせん、よー出るせん、あんまりよー出ないけど、まだいるんかい。まあまあこいつも、こいつ使わないかな、うん、メインアカであんまり使ったことないね、イベント以外は。ヨーデルセンか、不思議の SS までは合ってたんやけどな。くそー、がーキラさんは無理か、うん、泣いても笑ってもラスト10連もう満足はしてるけど、キラコマさんだ。いや、あんなケース S 出たら、あるでしょ。もうない、もうないよ、止まんのは。もう大丈夫。ベッキーベッキーじゃないよ。今度こそ来たでしょ。もうないでしょ、多分。来い、でや、最後に止まったのがこいつはないわ。最後にこいつ出る、今までなんで出なかったの、逆に。やばいよ、あー終わっちまう。まあいいんやけど、後半ちょっと落ち気味。まあでも、あー火の鳥、まあ SS2 個目か。あー奇跡よ、ドキラインかい。まあ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 全然 OK でしょ、むしろ100点に近いんじゃないかな。はい、ってことでこんな感じで入手にしたら10体かな、入は。これまた旅からよね、10体か、なんか少なく感じるけど、まあ SSS 対応しに出たしね、まあ持ってる SSS が結構出ちゃったからあれやってんけど、まあ正直楽しかったしね、やってよかったかなと自分的には思います。こっちのアカウントはね、まあ Y マネーの時は無課金でどこまでいけるかみたいな感じでやってたんですけど、最近はまああんまりそういうのもしなくなったんでね、ニャンボの時は引いて Y ポイント購入したりとか、技レベルを上げすぎたりとかしなければそれでいいのかなと自分的には思ったんでね、反対だったっていう人もね、ご理解いただけるとありがたいなと思います。はい、ってことで本日は以上です。よろしければチャンネル登録、そして評価の方ぜひよろしくお願いします。 Twitter のもやってますので、概要欄からフォローお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。